T シャツ一時期持ってたな、見たことないのに。なんかファンの方からいただいて、デザインが可愛くてお気に入りでずっと着てた。でもバットマン知らないから、なんかにわかだった。すいません、ちょっとさっきから画面からいっぱいアウトして、ちょっと鼻がムズムズして鼻を噛んでいます。こんばんは。えい、いやー眠たい。昨日はね、結局何時間寝たんだろう、今日の朝まで7時間くらい寝れたから結構寝たはずなんだけど、なんか眠いよねやっぱ。こんばんは、トメさん、ギフトありがとうございます。すごい、みんなイヤハのギフト投げてくれてありがとう、優しいね。セリーは体調大丈夫？え、それはマジでもうなんか有り余りすぎてるぐらい元気、ご安心ください。こんばんは、ご安心ください。まあ他のメンバーみんな心配ですけれども、私は元気です。そう、鼻むるむる。信州だから山派かと思った。いや私山登ったことないし、あんまりスキー場ぐらいでしか山って行かないんだよね。山に囲まれてるから、まあ普段見る景色は山だったけど、 目に入れることは超してたけどね。ちょっと待って、ごめん、全然ギフト読めてなかったです。あ、川田真嗣さんギフトありがとう。目がしょっぽしょっぽする。こんばんは、わさっぴさんもギフトありがとう。僕も元気です。奇遇ですね。いやー、それな、元気が一番。かわいい、ありがとうございます。こんばんは。なんか今日目がしょぽしょぽする。ちょっとあれ、目薬どこにやった？あった。こんばんは。で、私2回濃厚接触者になってるんですけど、まだかかったことがないので、どうなんだろう、わかんない。一回かかったらかかりにくくなるみたいなさ、そのインフルエンザ的なやつだなのかわかんないけど、なんかどうなんですかね、どんな感じなんだろうわかんないけど、かかったことないからね、一層気をつけています。そう、かかっ、どうなんだろうな。でも最近なんか今まで以上に頑張ってる、対策を、手洗いをよくやったり、なんかアルコール消毒の匂いがあんま好きじゃないから手洗いしてる。なんかアルコール消毒は手が洗えないところでやるにはすごくいいけど、でやっぱ手洗いには勝てないらしくて、手洗いが最強らしいのよね、手のバイキニをやっつけるには。だからもう手をよく洗っている。そう、アルコールの匂いあんま好きじゃないんだよね、アルコール消毒の。残念ながら。こんばんは、つなちゃんギフトありがとう。こんばんは、表情明るいね。でしょ、よいしょ。てっちゃんコンサート開催できるといいね。そう、6月くらいまでみんな体調には気をつけよう。
飲む方のアルコールは好きです。え、私さ飲む方のアルコールも匂いは好きじゃないんだよな。明日お話し会で始めましてします。あ、嬉しい、お待ちしてます。教えてね、昨日ショールームで言ったよって言ってね、思い出すからそう言って言ってくれたら。頑張ってください、ありがとう。そう、チケットの詳細が発表されて、てっちゃんライブのてっちゃんコンサートのチケットは5月7日から先行発売、14日から、一般発売だったかな。皆さんお待ちしています。みんなが当たるように祈ってるよ。そう、私さ飲む方のアルコールについてのお話なんですけど、なんか気づいたんだけど、私焼酎のアルコール相性悪い、体との。そう、こんばんは。めちゃくちゃ悪い。休みは取ったからあとは当たりたい。いや当たってほしい。よいしょ。手洗いでアルコールで指紋認証してくれない。あら、もう手がガサガサなのね、大変だ。そう、焼酎ダメだから、そう、まあ焼酎、そもそも焼酎の匂いが好きじゃないから焼酎では飲めないんだけど、チューハイもダメだし、サワー系もダメ。サワーもなんか、サワーは何で割ってんだ、なんかチューハイみたいな感じじゃないですか確か。サワーって焼酎で割ってんのかな、ちょっとよくわかんないんですけど。こんばんは。そう、赤くなるタイプです。だから弱い。え、そのね、匂いがダメっていうか、その焼酎酔い方がダメ。そう、酔い方が良くない。なんか動悸がする飲んだ直後に動悸がする。チューハイとかサワー系は、レモンサワーとかグレープフルーツサワーとか、そういうやつ、そう、飲むと動悸がするから、めちゃくちゃ相性悪いんだと思う、体との。そう、その味とか匂いがダメっていうのだったらもっと増えるけど、日本酒もダメだし、ワインもダメだし、ビールもダメだし、ハイボールもダメだけど、そう、でもチューハイってさ、そのチューハイだったら飲めたりするじゃん、焼酎って。でも酔い方がダメだね。なんか普通に体調を崩す酔い方するこんばんは。なんかさ、一杯チューハイとかレモンサワーとか、こう一杯があるじゃん、このコップ一杯、コップって言わないか、なんていうの、ジョッキ、ジョッキほどでかくない、普通のコップの店で出てくるやつあるじゃないですか。あれね、一杯飲まなくても、なんか動悸と、あとなんかちょっと平衡感覚が、あ、グラス、そう、グラス、平衡感覚がちょっとだけ不安になり、動悸がめちゃくちゃして、ちょっとなんか内臓が気持ち悪くなるから、あ、めちゃくちゃ相性悪いやんって最近学んだ。なんかほろ酔いとかさ、ほろ酔いってアルコール度数全然低いけど、なんか酔い方気持ち悪いなと思ってたけど、チューハイがダメだったっぽいわ。そう、だから甘いカクテルだけで生きていこうと思います。今後甘いカクテルはさ、どれだけ飲んでも全然全く酔わないんだよね。そう、だから、まあ、甘いのだけで生きていこうと思って、そう思いました。カシスアップルが一番好きかなこんばんは。あとはね、
近は何だろうな、そう、濃度の問題じゃないね、お酒の種類の問題だね。酔っ払うってそういうことだよ。え、酔っ払う人って同期する？なんかこう、みたいなさ、平衡感覚失ってるイメージはめちゃくちゃあるけどさ、なんか一杯も飲まないで同期するのはもう絶対に相性悪くない？しかもほろ酔いなんて 3% しかないから、多分そんなに普通にカクテルを3杯とか4杯飲んでも全然酔わないのに、チューハイ1杯でそんな感じになるってめちゃくちゃ相性悪くない？絶対に相性悪いと思うわ。またよっ、わかんないけど。キャラさんギフトありがとう。まあ平衡感覚失うのは多分普通に酔っ払ってると思う。でもさ、中身変わんないんだよね。その平衡感覚ちょっと失ったこと1回だけあるんだけど、初めてお酒飲んだ時かな、1回だけあって、なんかあちょっと気持ち悪いみたいな、なんかあーみたいなのはなんないけど、あちょっと気持ち悪いなみたいな、うわーってなった時があって、そう、それは酔ってると思うけどね。そもそもアルコールを飲用することは体にいいってのもおかしいんだし、アルコールを飲用するのは体に良くないよ。なんか酒は百薬の長みたいなやつ、全然普通になんか間違いだったらしいよ。なんか昔その本当に江戸時代とか、そのそれぐらい昔の頃は、そのなんだろう、あのお酒を飲むような人は割とこう健康的だし長生きするみたいな感じだったけだと言われていたが、相関は逆で、お酒を飲めるほどあの裕福な食事をちゃんと取れているという、バランスの良い食事をそう取れているから、あの普通に健康体だったりとか病気になりにくかっただけで、お酒を飲むから健康だったっていう相関ではなかったし、逆だったらしい。健康に生きれるぐらい裕福だからお酒が飲めるみたいな。そうだから普通に酒は普通に別に薬には全くならないらしい、全然ダメらしいね。積極的に飲みに行く感じにはならなそう。あ、でも私これ特技なんですけど、私場酔いできるというか、酔ってる人と同じテンションに自力で出す行けるんですよ。自然と無理せず。そう、酔ってる人って大体テンション高くなるじゃないですか。私なんか相手に合わせてテンション上げれるタイプなんですよ。だからそのソフトドリンクで酔ってる人と同じテンションで入れるから、全然ね、不便じゃないね。そうそうそう、ジュース飲んでたら、ジュース飲んでてもみんなと楽しくいけるから。そう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 、日本人の半分はアルコールを分解する酵素を持ってないらしい。なんか日本人ってさ、そのなんだ、欧米の人とかに比べてマジでさ、分解する酵素なんかゼロに等しいらしいね。もうみんな、なんかアジア人はなんかすごい少ないみたいな、この前みたいな、まあ、ちょっとネットの情報なのでどこまでが確実に正しいかちょっとわかんないですけど。こんばんは。昔からコーラで飲み会を盛り上げてきました。お、同じタイプだね。バカお開きになった後もしんどくならないの？え、どういうこと？お開きになった時ってどういうこと？え、しんどくなる状況があるの？わかんないですよ。その大々的な飲み会は別にしたことないからわかんないんだけど、別に友達とちょっと楽しく飲むぐらいしかまだしたことないんだけど。こんばんは。絶
ステム研究さんギフトありがとうございます喉がガラガラしてきた。こんばんは。まあなのでみんな体には気をつけて程よいアルコール生活を送っていきましょう。そう、でも最近の新たな発見だね、私の焼酎は飲まない方がいい。普通になんか不快不快になるから。そうそうそう、まあ、これは何事も経験ですね。だからさ、そのお店によってさ、カクテル置いてない店多いじゃん。そのビール、ハイボール、レモンサワーを置いてあるけど、その他はちょっとお酒はないですみたいな。でもそしたらもうジュース飲もうと思って。私もバニ合わせソフトドリンクとテンション上げられるけど、バーガーを開きになった後一気に疲れが出る。あ、そういうこと？私ね、結構ね、あれですね、酢が結構多分テンションが高いと感じっぽくて私の酢が結構もともとテンションが高いっぽくて、無限にテンション上げていけるんですよね。全然疲れない。そう、全然余裕ですね。こんばんは。慣れだよ。なんかお酒なんか飲めば慣れるよってなんか言うけど、別になんか普通に体に負担はかかってるらしいので、あのなんか慣れてると思い込んでいるだけで、別に体は慣れてないっぽいので、あの無理して飲まないです。別に飲みたいと思わないからこんばんは。確かに飲めないのに飲み会大好きな人いるね。多分そのタイプだね。私はどっちかというとなんかその楽しい空間が好きだから、自分がお酒を飲んでなくても楽しい空間が好きだから、そのだからまあ仲いい子と行きたいですけどね。どうでもいい人とはちょっと行っても思んないんで。バイコトさんギフトありがとうございます。飲み会だと最初にビール出ることが多いんだけど、ビール苦手すぎて最初が一番辛い。え、何そのビールから逃れられないの？絶対に人数分勝手にビールが出てくるの？そんなお冷やみたいな感じで出てくるの？怖っ。でうちのママはビール飲めないから、なんか飲み会なんかこの前ママから聞いたんだけど、なんか最初さ、じゃあとりあえず生でいいみたいな空気になるやん。その時にママだけ、あ、私カシスオレンジにするねって、あの全然無視するらしい一人だけ甘いので始めるらしい。おもろい。そう、飲めない、全く飲めないんですよママビール味が。確かそう、お冷や感覚でジョッキが用意されてる。そしたらなんかさ、ビール好きな人にさ2杯目も先に渡しちゃってさ、注文したらいいのにね。そんな同調圧力に屈している場合ではないよ。嫌いなもののためにね、お金を払うより美味しい自分が飲みたいものを飲もうよ。ソフトドリンクだと飲み放題損する。それはあるね。ソフトドリンクって安いんだなっていうか、まあお酒が高すぎるのか。確かに、まあちょっと飲み放題まだしたことないんで分かんないんですけど飲み放題行ったことないんでちょっと分かんないんですけど、確か飲み放題って高いよね、イメージあるわ。
今はそんな強制してくる時代じゃなくなった気がする。確かになんか昔は本当にねなんかいろいろあったらしいけど、最近ってなんか結構なんか問題視されて改善されてはきてますよね。確かし、こんばんは。飲み放題は案外お得。まあお酒って高いからね、お酒を飲む人にとってはねお得だと思うけど、確かにソフトドリンクだとね。幹事すると飲み放題は安心。うわー間違いない、定額でいけるからね、間違いないな。飲み放より食べ放が好き、わかるー。さんも食べ放題大好き。食べ放題いつも食べ過ぎて周りに惹かれるからあんま人といけないんだよね。家族はもうなんか私がいっぱい食べるのなんかもう当たり前のように見てるから何とも言われないけど、友達とか知り合いとかと行くとまだ食べるのみたいな言われて、まだ食べるのってめっちゃなんかショック受けんの。ええみたいな、ええ食べ過ぎみたいな。だからあんま人と行かないようにしてる。人と一緒に食べるときは食べ放題じゃないところに行く。サリン何のお酒が好き？サリンは甘いカクテルだったら何でも好きかな。こんばんは。いっぱい食べる女の子可愛いと思う。いやそう思ってくれる人が多かったらいいんですけどね。まだ食べんのって言われる時にあってなる。こんばんは。元取れる？私ぐらいの人間が元取れてたら食べ放題のお店はやっていけません。幹事をやってみんなの代金を自分のクレカでだからクレカのポイントを稼いでいたよ。作詞ですね、なかなか作詞ですね。クレカのポイント結構ねバカにできないですよね。健康診断終わったから今度焼肉食べ放題行ってくる。最高です、最高。焼肉食べ放題自体が絶対に食べるのはサンチュと、サンチを無限に食べるのと、あとタンだね。一生タン食べてる私。厚切り牛タンがあればなおよし。あとは追いキムチだね。追いキムチ大好きなんだよね。サリーさんこんばんは。こんばんは。サンチ30枚頼むのを見てみたい。まあサンチって大体なんか1人前で頼むと5枚ぐらい出てくるんで、だからさ10人枚ぐらいバッて頼むんですよ。まず50枚くるっていう、そうそう定番の流れですね。タンいいよね。なんだっけ、仙台だっけ牛タンが有名なの。宮城だよね確か。宮城仙台だよね。行きたいんだよな。厚切り牛タン大好きなんだよね私。めっちゃ厚切りが好きなの。そうなんか焼肉屋さんとかに出てくるデフォルトの牛タンって薄いじゃないですか。それは厚切りが好きで食べたいですね。でさえは結構牛タンとかその好きなものを無限食いしたいタイプなんですよ。なんかいろんなものを食べるってよりはもう自分が好きなものをずっと食べてたいの。そうだから人と行くとちょっとその食べ方結構惹かれるので、あんま人と食べ放題行けないんですよね。でも食べ放題一人ってちょっとねつまんないから、私の食べっぷりについてこれる友達が今欲しいんですよね。
会社で居酒屋やってるので飲み会はいつもそこ。コロナでお客さんがいないときは貸し金状態のときも。会社で居酒屋やってるってすごいね。確か飲み会は絶対そこになるわ。さらに焼肉行ったとき焼く派食べる派どっち？さあ食べる派ですね。いつも焼いてもらってます。いやさ、牛タン米と一緒に食べたこと一度もないな。こんばんは。で焼肉屋さんで米って基本頼まないんだよね。そう、お米食べるとね太るんですよ焼肉って。逆にお米を食べなかったら太りにくいんですよ。脂質と糖質のダブルパンチが一番ねやっぱ太るっぽいんで。そうだからさ、焼肉行った時は米を食べないので牛タンと肉を共に食したことは今のところないですね。なんか焼肉食べててお米食べたいと思ったことないんだよな。新幹線で牛タン弁当温めるのにやけどした思い出。何で温めたの？なんかあの今はあまり見ないけど紐ピッて引っ張って温めるやつだった。牛タンの上にネギ塩乗ってるやつ好き。さあもう最近ねネギ好きになってきたんでそういうのが美味しくなる感じる年になりましたね。お米食べるとお腹いっぱいになっちゃう。確かにそれはある。サラダはあ、でもサラダはあんま頼まないかも。もう三種ですよね。だから一生三種食べてんですよ私。そう、初見でしょ。ありがとうございます。こんばんは。焼肉のタレをご飯にかけて家口でかき込む。それはさ家でできるやん。そう、食べ放題ではやらないかな。食べ放題じゃない焼肉屋さんだったら頼んだりする。前家族で行った時は別に頼まないけど、なんか友達とかと行った時に相手が頼んでたら頼むかな。そう、相手に合わせますね。でも食べ放題じゃなかったら。サンチュの香りが好きなの？え、でもサンチュって結構さ野菜の中ではさ癖ゼロじゃない？なんか主張してこなくない？自分を。サンチュのいいところはやっぱね、サラダだとドレッシングがかかってるからその無駄な脂質を取らなきゃいけないんですよ。だいたいチョレギサラダとかあとごまだれとかかかってきたりするとまあ脂質が高いわけですよ。そう、サンチュはついてるのは味噌なんですよね。だいたいそのサンチュのなんだっけ、なんとかっていうちょっと名前忘れちゃったんだけど、味噌の名前、韓国の調味料みたいなやつがついてて、それにつけたらもう無限に食べれるし、お肉に巻いても美味しいし、お肉焼くの待ってる間に何も入れないで味噌だけつけて食べるのも美味しいし、非常に手軽なんですね。だからさやさんちをいつも食べる。あとさんちをやっぱその50枚ぐらい食べてるとどんだけ肉食べても胃もたれ一切しないんだよね。胃が超元気なの、野菜が胃に入っていると。そう、あ、わかった。サンチュの味噌、サムジャンだ、サムジャン。今急に思い出した、サムジャンです。サムジャン、サムジャンがついてくるんですよ。こんばんは。そんな感じでね、さやちゃんの焼肉生活です。その間にちょっと今日は短いですがぼちぼち終わりにしようかしら。明日は一部からですよね。明日確かね、
お話し会なので、みんな寝坊しないように気をつけてください。だからね、みんなはねお家からだから、まだ、まあ、10時からだったらね、まあ、9時ぐらいに起きて顔洗ってちょっと身だしなみ整えて配信環境整えてでいけると思うんですけど、私そのお話し会のねやってる会場にね行かねばなりませんでして、私はマジで頑張って早起きします。怖え、明日怖え、寝坊しそう、眠たいので今日はこの後すぐお風呂に入って、まあ、ちょっと雨でめちゃくちゃ体冷えたんでちょっと温めて、明日のお話し会遅刻しないにして、で明日さお話し会がまあお昼過ぎにね終わるわけですよ。で夜日が落ちてから私レッスンあるんですよ。その空白の時間マジでどうしようって思っています。マジでどうしよっかな。一回家帰ってになるかな。でも家帰ると遠いんだよな。困っちゃいますね。まあそんな感じで明日はどうしようかなって感じですね。ということで終わりにしたいと思います。ランキング読みます。13位ラッピスさんありがとうございます。12位ムッティさんありがとうございます。11位ヒラリンさんありがとうございます。10位ヤスさんありがとうございます。9位田所さんありがとうございます。9位違った、8位川端真嗣さんありがとうございます。7位つなちゃんありがとうございます。6位ともちさんありがとうございます。5位里山健慶さんありがとうございます。4位わさっぴさんありがとうございます。3位キャロンさんありがとうございます。2位バイコトさんありがとうございます。そして1位はタメさんありがとうございます。イエイ。なんかパソコン持っててどっかカフェで作業してからレッスン行こうかな。ということで皆さん今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。また明日、バイバイ。